本当、あの木は鬼門だなぁ。とはいえ、今のは表か裏か分かんなくなったなぁ。手前に来てるもんだと信じてたら向こう行ってた。どうしたらいいんだろうな、ああいう時。高度を上げる。電波が届かなくなるでしょう。国内認定を受けてるってことはねえ、そんなに。よっしゃ、主翼交換だな。上主翼も根元か。ストラットが行っちゃってたからな。こっちのストラットは大丈夫だね。シワが寄ってるけど今回のかな。左側がかなり全滅な感じだね。よし。はあ、勲章が一個できちゃった。この状態でキュッと軸は大丈夫そう。モーターも大丈夫。おっと、リンケージが外れてるぞ。リンケージが折れてるぞ。補修しとかないとね、リンケージ落ちちゃうから。このリンケージは大丈夫。奇跡的に回収できたって感じかな。いつぞやの時も大変だったもんね。